アンドラ・ラベリアは、アンドラ公国の首都及び、行政教区の一つ。アンドラの南西部に位置し、地名は、カタルーニャ語で、古いアンドラを意味する。新石器時代から人が住んでいた跡がある。アンドラは、リベリア半島のムーア人との干渉地帯として発生域に、カール大帝によって設置されたスペイン辺境領の一つになる。年以来のフランスをび、 カタルーニャのウルヘル司教の共同統治の時代から、アンドラ・ラベリアは、アンドラの中心都市として機能していた。共同大公の制度のため、アンドラは独自性を保ち続けた。20世紀、アンドラ・ラベリアは忘れられた地域であった。1993年、アンドラは、初の憲法を制定、ウルヘル司教と、フランス大統領を、共同元首とする議会制民主主義を指揮。 正式に独立国家となり、アンドララベリアはその首都となる。2010年の冬季オリンピック開催都市に立候補するも最終選考に残らなかった。フランスとスペインの国境地帯にそびえるピレネー山脈に位置するアンドラ公国の南西部にある。標高は1409メートル。ヨーロッパの首都としては最高地点である。テペンの気候区分では温帯に属するが、 スキーリゾートとしても名高い。人口が少なく、産地ということもあり、首都ではあるが空港はない。最も近い空港は、トゥールーズ・ブラニャック国際空港、ジローナ・コスタ・ブラバ空港、ペルピニャン・リブサルト空港、バルセロナ・エルプラット国際空港などで、車で3時間は要する。鉄道の駅もない。バスは、フランス側のエル、ハースピタレット・プレゼンツ・エル・アンド・アヤ、 バルセロナエルプラット国際空港行きの便がある。公用語はカタルーニャ語である。ローマカトリック教会の信者が大半である。アンドララベリアは広告の商工業の中心地である。家具の製造やブランデーで名高い。GDP の80%は観光業が生み出す。アンドララベリアを訪れる外国人観光客は年間1000万人に上る。タックスヘイブンのために 銀行業も盛んであり、多くの外国の金融機関が進出している。EU には加盟していないが、EU と関税協定を結び、使用通貨もユーロである。アンドラ・ラベリア教区は教区の一つで最も面積が狭い一方、首都アンドラ・ラベリアを用し最も人口の多い教区である。教区内のサンタコロマにはアンドラ国内でも最古の教会の一つである。 ロマネスク様式のサンタコロマ教会がある。839年のラセウドルジェイの教会剣道式の記録では、アンドラ及びサンタコロマの教区名で記録されている。1978年、この教区を分割する形でアスカルダズ・アングルダーに教区が作られた。人口は2020年時点。ありがとうございます。